こんにちは本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介します MI カードご利用確認のお願いですまずはじめに詐欺メールの内容を紹介しますその後詐欺メールの中のリンクをクリックしたらどうなるかを試してみますこちらの動画をご覧くださいこちらが詐欺メールになります差出人は MI カードですね件名は MI カードご利用確認のお願い そして、中身はこんな感じなんですけども、まず見て、表示がおかしいですね。真ん中に文字が寄ってます。平素は弊社発行のクレジットカードをご利用いただき誠にありがとうございます。昨今の第三者不正利用の急増に伴い、弊社では不正利用監視システムを導入し、24時間体制でカードのご利用に対するモニタリングを行っております。 この度、ご本人様のご利用かどうか確認させていただきたいお取引がありましたので、誠に勝手ながらカードの利用を一部制限させていただき、ご連絡させていただきました。ご回答をいただけない場合、カードのご利用制限が継続されることもございますので、あらかじめご了承ください。ご利用確認はこちら、そしてリンクですね。先ほどの詐欺メールのリンクをクリックすると、このように警告画面が表示されます。偽のサイトにアクセスしようとしています。 こちらのアドレスでは悪意のあるユーザーによってソフトウェアのインストールや個人情報、パスワード、電話番号、クレジットカードの入力といった危険な操作を行うよう誘導される可能性がありますとなっています。そして次に、あえてこの警告をですね、無視してアクセスしています。するとどうなるか、えー、このように表示されます。このサイトにアクセスできません。えー、このサイトからの応答時間が長すぎますとなっています。 すでにこのサイトはなくなっている可能性もありますね。以上です。いかがでしたでしょうか今回の詐欺メールの件名は MI カードご利用確認のお願いです。私は MI カードを使っていませんし、こういうカード自体があることも知りませんでした。なので、すぐに詐欺メールとわかりました。また、メールの内容を見ても明らかに見栄えが貧弱ですよね。 企業はこんなメールを出すわけはないです。こういういい加減なメールはほぼ100%詐欺メールです。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。